M4 カービンは、コルトファイアーアームズ社が開発し、アメリカ軍が採用している、アサルトカービン。第二次世界大戦時に採用された M1、M2、M3 に続き、採用された。本来、カービンとは、不評用小銃より重心が短い、騎兵用小銃の、ことであるが、現在ではむね、小型のライフルを意味する。M4 を装備したアメリカ軍の兵士。 小純用の M ポイント COMPM にダットサイトに加えてナイツアーマメント製 RS ピカティニーレールドハンドガードにレーザーサイトとフォアグリップを取り付けている M4 は M16A2 アサルトライフルの重心長20インチを14.5インチに短縮して重傷を伸縮式に変更した M16A2 の直径の派生型で M16A2 とは 約80%の部品を完成を持つ。M4 は初期の M16 の小型版であり1960年代のベトナム戦争時に開発、使用された XM177 との類似点も多いが、細部が異なっている。他のアサルトカービンと同様に M4 はコンパクトでフルサイズの M16 と比べて取り回しがしやすいため、 戦闘車両の乗員や将校らが使用することが多く、また、その過半性の良さから身動きの取りづらい、都市部における近接戦闘や特殊部隊、空挺部隊による特殊任務にも幅広く使用されている。1998年にはアメリカ陸軍で M16A2 の後継に選定されており、現在ではアメリカ陸軍兵士の大半が M4 を装備している。また、 軍に残存している M3 サブマシンガンも M4 に置き換えられる予定だという。現在、コルト社以外にも M4 カービンを正式化しているマレーシア軍向けに SME オードネース社がライセンス生産しているなど数社が自社ブランドで製造し AR-15 や SR-16 といった名で販売している。1980年代初頭、アメリカ軍は 不評用小銃を M16A1 から M16A2 に切り替えることを決定した。M16A2 は、NATO の各国と標準化した新型の 5.56mm 弾に対応し、重心が太くなったほか、フルオート射撃に代わって3点バースト射撃を導入するなど、変更点は少なくなかった。このことから、それまで使用されていた M16A1 ベースのカービンとは別に、 M16A2 をベースとしたカービンモデルとして開発されたのがモデル723及びモデル725である。アメリカ軍は特殊部隊向けにモデル723を少数発注した。また、1983年、カナダの旧ディマコはモデル 725C8 カービンとしてライセンス生産し、M16A2 の紹介生型である C7 銃とともに、 カナダ軍に配備した。また、アラブ首長国連邦は、M16A2 の太い重心に、M203 グレネードランチャーを装着できるよう、重心の一部を細くくびれさせたモデルを発注し、このモデル727は、アラブ首長国連邦の首都から、アブダビカービンと通称された。これらを踏まえて、アメリカ軍は1984年より、 正式カービンの開発要求を行っており、モデル720はその候補として、XM4 カービンとして選定された。そして、1994年に紹介量を加えられた、モデル720は、M4 カービンとして正式化された。また、キャリングハンドルを着脱式として、レシーバー上にピカティニーレールを追加したモデルが開発され、モデル920及び、 モデル921として生産された。これらは順次、モデル720に代わって、M4 及び M4A1 として納入された。M4 カービンを使用するアメリカ海兵隊兵士 M4 は、アメリカ陸軍、海兵隊、空軍の正式な主力小銃として採用されている。また、射撃障害が多かったアルミ製の従来の弾倉に、代わり新しく、マグプル社の樹脂製。 p マグジェン3弾層の導入を決定した。M4 と M4A1 は、ナイツアーマメント車や、P&S 車の RS a ハンドガードと着脱式、キャリングハンドルを装着し、アッパーレシーバー上部とハンドガードにピカティニーレールを、装備指工具やマテック、バックアップサイトを容易にマウントすることを可能にした、代表的なカービン銃である。現在、政府は、すべての M4 を、ヘビーバレル化 フルオート化アンビセレクター化することを目指しておりヘビーバレルの製造をコルト社にアンビセレクターの製造をマニファクチャリングサポートインダストリーズ社と OG テクノロジーズ社に依頼した。また細かな仕様変更としてフロントサイトにサイドスリングマウントが増設されている。なおアメリカ軍では2013年から M4A1 調達契約を コルト社より54%も安い金額を提示して、落札した FN ハースタル社からの購入に切り替え、新しく製造されるものは FN ハースタル社から調達している。余談として、RAS ハンドガードは、コルト社のモデル9 2 5 m 4 e 2の正式名称で試験した際に装着していたハンドガードを量産したものであり、モデル925自体は廃盤になっている。 M4A1 を使用するアメリカ海兵隊特殊作戦コマンド兵士 M4 はアメリカ特殊作戦軍でも採用されており構図するソックモッドキットを装着したモデルが標準となっている。ソックモッド通用 M4A1 キットはアメリカ特殊作戦軍によりその管轄下の部隊での運用のため開発された。現行の M4A1 キットの特徴は ダニエルディフェンス社によって開発された、リシーハンドガードシステム、コック射精バックアップサイト、オテック射精、ホログラフィックサイト、工具、エルコン射精倍率可変スコープ、インサイトテクノロジー射精 LA-5、ペック及びウェボンライト、シュアファイヤー射精、サプレーサー、全長が短くなり迅速に着脱可能になった M203、グレネードランチャーと専用サイト、暗視装置、 サーマルスコープなどである。このキットは配備から数年が経過しており、改良後継型のソップモッド3が使用されている。セルジオ M4A1 キットもソップモッドキットと同じくアメリカ特殊作戦群により採用された。名称の通りサイレンサーの使用による静音性能の向上が図られている。また、銃本体の使用による熱が、 サーマルサイトの使用によって発見されることを防ぐため、ガスピストン方式の採用による発熱の抑制も考慮されている。契約企業がシグ社であるためか、シグ MCX のような折りたたみ式ストックも装備されている。M16A にアサルトライフルより小型で狭い場所で取り回しが良いため、市街地や室内等での近接戦闘用やジャングル等の森林。 空挺効果に向いているとして、軍隊や警察が好んで使用している。M4 は M16A2 と比べて、以下の点が異なる。重心長は、米陸軍兵器研究所がテストした結果、5 5 6ト、mm、ル弾が十分な威力を発揮する上で14.5インチが最短重心長だったためこのサイズになった。しかしながら、M4 は単重心のため、 M16A により早く重心が加熱する傾向があるなどの欠点も指摘されている。また、重心が短くなるために弾頭の加速時間が短くなり、初速はフルサイズの M16 より若干下がる傾向があり、これにより有効射程と遠距離での命中精度が低下している。M4 カービン及び M4A1 カービンはピカティニーレールを装備しているため、アン。 ペック -15、高額小準機、M203 グレネードランチャー、M320 グレネードランチャー、M26 マスアンダーマウントショットガンなどの多彩なアクセサリーを取り付けることが可能となっている。レミントン R4 シグ社製の主グ MCXM4 をメンテナンスするアメリカ空軍の兵士2002年4月、ネイティック兵士センターにて、チャーリー・ディーン・チューサーとサムニューランド一等軍曹が、 発表したアナコンダ作戦などアフガニスタンでの軍事行動において使用された M4A1 に関する兵士からの報告内容は以下の通りである。2007年秋、メリーランド州アバディーン試験場において M4 は他の3つのライフル、XM8、スカー、HK416 とともに、サジの多い状況下での試験が行われた。 この試験では各ライフルが10丁ずつ用意され、1丁に月6000発が射撃され、全体では1つの種類につき6万発が発射されたことになる。その結果、M4 は他のライフルよりはるかに多い882回の射撃停止障害を起こし、19回は部品の修理を必要とした。XM8 が最も障害が少なく、障害は116回。 重大な障害が11回であった。スカーは223回、HK416 は233回の障害発生があった。この結果を踏まえ、アメリカ陸軍は M4 のバレルを新しいコールドハンマー製法によって寿命の延長をする計画がある。ありがとうございます。